AKB48 ショー。答えなさい。え？あなたが落としたのはこの金のスマートフォンですか？いや、違います。それではこの普通のスマートフォンですか？あ、そうです、それです。拾ってくれたんですか？ありがとう。あなたは正直者ですね。感動しました。感動？この金のスマートフォンを差し上げます。大丈夫です、いらないです。このゴールドのスマートフォンを差し上げます。いや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 、大丈夫です。あなたは正直なだけではなく謙虚さも持ち合わせているのですね。いやいやいや、そういうんじゃないんですけどね。そんなあなたにはこの金のスマートフォンを差し上げます。いや、だからそんなダサいやついらないの。え？そんなね、ゴールドのスマホ持ってたら笑われるよ。あのね、そのね、スマホの名義はね、一体どうなってるわけ？名義？そうだよ、名義だよ。もしかしてそれ盗んだやつなの？うん、盗んだよ、盗んだよ。最悪。盗んだやつ私に渡して変なこと巻き込もうとしてるでしょ。変なこと？違う違う、僕は君のことを気に入ったから、このスマホも気に入って。ナンパ？うわ、気持ち悪い。違う違う、クマの子もいるんだよ、僕は。知らないけどさ、じゃあさ、そのスマホ返してよ、私の。返すって、金だよ。じゃあ、何してたの？ずっと電話してるんで。聞いてよ、このおじさんスマホ返してくれないの。おじさん、わかんない。おじさんそういうの良くないと思います。人のもの盗むとか。いや、盗んだんじゃないよ。お兄さんは彼女がこれをここに落としたの拾ってあげたんだよ。え、拾ってあげた見返りに連絡先教えろとかいうやつだよ、これ。違う、おじさん、警察に言いますよ。いや、違うって。だから返さないって言ってるんじゃなくて、僕はこれをあげるっつってんだよ。ただで？もちろん。え、じゃあ通話料とかも払ってくれるってことですか？通話料はね、自分で払うもんだから。やばいってこれ、詐欺だよ。詐欺？最初は無料って言っておいて安心させて、後々多額の請求来るやつ。テレビで見たことある。テレビに出たことない。おじさん、そういう悪いことしてると神様から罰当てられますよ。そうだそうだ。いやいや、一応僕が神様なんだけど。え、この人自称神。めっちゃやばい人じゃん。やばいね、神。君たちさ、童話とか見たことないかな。金の斧、銀の斧なんていうやつ。言うことまでやばくなってきた。あ、おじさん、そのスマホあげました。多分水没して使えないんで。いや、使えないと思う。私ついていくから、また確かに。あ、そうだね、この辺はちょっと変な人が多いね。ね、みんなに言っとかない。おじさんいたい。怖い。お兄さんだって言ってんだろ。なるほど。48ショー。あなたが落としたのはこの金のスマートフォンですか？あ、そうそう、それ、ありがとう。嘘をつくな、このバカチンが。帰れ。ちょっと待ってよ、話が違うじゃん。話？ここに来ればスマホに交換してくれるんでしょ？あ、さっき見たよ、交換しようとしてるとこ。あ、それはさっきの女の子が正直者だったから僕感動してご褒美にスマートフォンあげるっつったの。え、そうだったの？うん。え、じゃあ私の携帯も戻ってこないの？まあそういうことになるね。ふー、マジかよ。このおじさん、信じたら私がバカだったの。え、マジやと思う、どうしよう。ちょっと待ってなさい。
あなたが落としたのはこのガラパゴスな携帯ですか？いや、そうだけどさ。うわ、完全に水没してるじゃん。電源入んないし、これ絶対データも消えてるよ。もうそんなこと。じゃあ僕はこれで。ちょっと待ってよ。え？責任取ってよね。元々といえばあんたが紛らわしいことしたのが原因でしょ。紛らわしいことってだって君がその自分でそれやった。どうすんの？これで誰とも連絡取れなくなって、友達一人もいなくなったら全部あんたのせいだからね。俺のせい？いつもおかしいでしょ。どうする？これで友達いなくなって一生一人で暮らしていくことになったら。え、ちょ、泣く。分かったよ。じゃあもうこの金のスマホあげるよ。マジラッキー。ちょっと何写真撮ってんの。ちょ言ってよ。池にこればスマホに交換してくれると。何やったの今？あ、ツイッターにアップしといた。ツイッター？うん、そう。じゃあありがとうね、バイバイ。じゃあありがとうってなんだよ。ありがとう。うわ、超リツイートされてんじゃん。フォロワー超増えてる。